BTU アニメラボへようこそ。小林隆です。ジャブレイン松井です。バットモン山下です。お願いしま す。今週注目アニメはこちらです。バイターンプリンセスプリンシパル、スカートの中はケダモンでした。恋と嘘、劇場版プリズマイリア、以上の4作品をお送りいたします。しっかり読んでくれました。はい、それでは早速参りましょう。プリンセスプリンシパル、はい、さあマガネちゃん、はい、面白かったです。はい、今週どういったお話ですか。大体1話完結の。今週はね、はい、あのね、20話だったのよ。おー、ケース20、また飛んでる。ケース20。飛ぶことでマジ。今週20話でね、はい、あのね、大事な回でね。ほら、もう、なになに？まあ簡単に言えば、今いるプリンセスと、うん、あのプリンセスに似てるって言われてたアンジェちゃん。うんうん、が本当に逆だったっていう。あー、どっかで入れ替わってたの。ちっちゃい頃、ほアンジェちゃんが本当のプリンセスで、実は、はいはいはい、で、まあ、あのことあって、はい、今のプリンセスとあって、はい、でそこで、まあ、仲良くなって、うん、で似てるねってなって、こうそのプリンセスの方、アンジェちゃんの方もそのこう嫌だったのよ。習い事とかそういうの毎日やらされるのが嫌で、行きたいなみたいな、ね、そう。でこっちはこっちで憧れてるじゃない、いい生活に。でだからこう2人でこうさ、こうね、騙したりとかして、うん、入れ替わって遊んでたりとか、なんかいろんなところでそういう話あるよね。そう、いろんなとこであるじゃん。一緒にピアノのやつやったりとか、連弾したりとか、うん、こっそり城下町遊びに行ったりもできるよね。そうそうそう、でして、でこうまあ入れ替わって、うん、ある日入れ替わって、うん、その、まあ、アンジェちゃんの方がそのホームレスみたいなさ、そのまあ元のお家の方に、うん、そのまあ、ちょっと遊び心で、うん、まあ、入れ込んで、今日は外に出たいって言って、うん、いつもはお城の中にいたんだけど、うん、今日は外に出たいって言って外遊びに行ったら、まあ、そのお前何遊んでんだみたいなね、うん、親か分かんないけど、うん、もう暴力を受けそうだろうけど、はい、あの世界よくあるじゃない、うん、すぐ手を挙げるじゃない、ね、あの世界、うん、でそこで、まあ、プリンセスも来て、で結局そのなんかアンジェちゃんが、私やっぱりプリンセスになるって言って、こんな世界おかしいみたいな感じで変えようと決心をするんだけど、そこであの壁の革命が起きて、かあの崩落みたいなのになっちゃって、もう本当にそこで入れ替わっちゃったの。アンジェちゃんの方はそのホームレスみたいな方の普通の子の格好してて、うん、ホームレスだった子はプリンセスの格好してたから、そのプリンセス、お逃げくださいみたいな感じ。怖かったですね、助け、私ちょっとこう崩落で、まあ、アンジェちゃんが落ちちゃうのよ、崖から、わーっと落ちちゃって、でうわーどうしようみたいになってる時に、そのお城の人が大変でしたねみたいなので、そのまま連れていかれちゃうの、うん、あっちにいるからって言って言うんだけど、その混乱してると思ってる、怖いことがあって混乱している、この子はプリンセスじゃないのって言っても、この子はまたもう怖かったですね、よしよしよし、プリンセスですよーっていう感じで連れていかれちゃって、そのでもバレたら殺されるからっていうので、必死にそのホームレスの子はもう必死に頑張って勉強して、今見事プリンセスをやってますよっていうお話がね、今回あってね、面白かったよ。ベタっちゃベタだけど、やっぱちゃんとして面白い。うん、本人たちはそれは記憶があるの、その時。あるあるある。だからそのアンジェちゃんが絶対にプリンセスのことをプリンセスってしか言わないから、うん、それはなんでみたいな、嫌味なのみたいな話とかもしたりとかするんだけど、どっちも悪くはないのがいいね。あの、騙して奪ってやろうっていう気持ちがなかったのが良かったよ。で実際久しぶりに会ったら、そのホームレスだった子の方が、私プリンセスになるって言ってたから、あなたは今本当に本物のプリンセスよって最後言って、一緒に久しぶりにピアノを一緒に弾いて終わるっていう。あ、珍しくいい話、ね、いい話なんか。お前にはお父さんがね、死体で帰ってくるみたいな話だったのに。そうだからね、なんか本当は兄弟なのかなとか思ってたけど、うん、じゃなくそういう感じだったのね。見たね、よく似てる、仲いい何かなんだろうな、でそうだったね。
あんな喧嘩とかしなくて、ちゃんと仲良く終わって、ね、すげえ恨んでたとか、ね、そういうパターンだったり、たまにあるじゃん、片方やめ落ちするじゃない、うん、の防災がいっちゃうんですか、うん、そうそうだね、そうそうそう、面白いね、そういういい話も、そうなのよ、面白い、20話だからね、これ、まあ、倍じゃんぐらいなのかどうなのか、ね、ちょい後半かな、次に一気に108とかいったら、あ、全然最初それやったダメだなっちゃうんですね。これもっと人気出てほしいね、みんなさ、見てほしいんで、本当見てほしい、早めばいいな、どこ見ても割と面白いよ、うんうん、かわいいし ねぜひおすすめの見てください。じゃあ続いて、スカートの中はケダモノでした、小林さん、はい、あ、もう、面白いかどうかの判断は一旦もうみんなに任せるとして、はい、めちゃくちゃダンスやってることが、うん、ずっとよ、ずっとめちゃくちゃじゃん、はい、で前回までその喧嘩したりちぐはぐしたりしたのを、うん、なんか分かんないけど遊園地の観覧車に乗って一緒にお話しして、その時もなんかもうすごい膝の上に乗っけてる状態で、ちょっとどういうかわかんない、ヤマピーやってみて、ヤマピーでやだよやだよっていう体勢だよっていうのをしながら、なぜか今までいろいろあったよねって、なぜか仲良く喋って、今までの思い出をいい思い出のように振り返ってめちゃくちゃされてんだよ、女の子も。ずっと騙されてる話で、ね、その女装してる男に、うん、その、まあ、早々にバラされてはいるんだけど、振り回され、セクハラされ、むちゃくちゃされ、怒ったりしながら、なぜか仲良くなってるんだけど、で次はちゃんとデートしようね、ま、みたいな約束して生徒会終わったりとかして、で普通にデートしてる、ご飯食べてるところから始まって、まあ普通にご飯食べてるところがいいんだけど、時にその料理を、女の子の方が私ちょっと料理が好きだ的な話になって、うん、食べてみたいみたいな話した後に、そんな人に食べさせるようなものじゃないですよっつった、次の日に、あ、作っちゃったっつってシュークリーム持って、向こうのシュークリームだ、そう、シュークリーム、料理が結果ね、なぜシュークリームなのかはよくわかんない、一番自信があるんじゃない、なのか、まあ、本人が作りすぎただけって自分に言い訳ずっとしてたから、たまたま作ってるタイミングがあったのかもしれない、何から作ったんだよ、川岸から作ってた、全部買ってたもんな、買ってきただけだよね、買ってきただけだと、こうやってこう入れただけだけど、いやいやいや、コンビニじゃん、コンビニのやつよ、98円、じゃあ、まあまあそれ作ったと、うん、で学校に持ってきて、で向こうに連絡しましたと、いや、まあまあ大きいやつ4個ぐらいあったんだけど、じゃあ今ちょっとそいつなんかモテモテだから、女装してるやつ、男の学校の普段なんだ、そうなんだけど、えらいモテで女の子に常に追っかけ回されてるの、今女の子から逃げてて、ちょっと隠れてるからそこ案内するねっつって言ったら、突然わーみたいなされて、茶番した後に一緒にシュークリーム食べたら、女の子の方がクリーム太ももにこぼしちゃって、うん、ああティッシュティッシュって言ったら、拭かなくていいよっつって太ももを舐めて終わりっていうクソアニメ、最悪だね、あれさ、何あれ、時間かけてさ、アニメ的なさ前振りした後にさ B までして終わらないこれ一人占めマイヒーローのがちゃんとしてるね、お弁当作ってきた、ああすごい、尺実際その3分半くらいだから、まあね、もういろ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 なんか、かいつまんでかっ飛ばすのはわかるんだけど、だいたい一緒だよ、でも重箱に、うん、作って主人公が、主人公の男の子が重箱にお弁当たくさん作って、あ、豪華なやつね、よくある、そう、豪華なやつ作って、で、だい先週付き合った先生、うん、付き合ったんだ、そう、付き合った先生、そうそう、初めになんでびっくりしたんだ、先週付き合った先生、ようやくだろ、男の先生、はい、男の先生、告白して付き合って、うん、そっちにこうお弁当昼休み渡そうって思ったら、別の女がもう先生にお弁当を渡してて、ありがとうって言ったところでもうその子は嫌になってこう、で家に帰った先生がそのお弁当食べてて、あれはって言ったら、いや俺は愛妻弁当しか食べないからって言って断ったっていう、ちゃんとしてる、こっちのがほうちゃんとしてる、お子さんの兄ちゃんで、何がこれひどいってね、そのこのタイトル通りさ、女装してる見た目が女の子の人と、ね、その可愛い女の子が、ね、実は中身男、そう、うん、中身男でっていうのがちょっと要素として一個引っかかるというか、うん、いい要素というか、まあそういうのが好きな人だったね、うん、で、いや、ずっとやってきたじゃん、うん、その時、その大学に行ったから向こうが、うん、男の格好で生活してるの、うん、だから男の格好の状態のやつに太もも舐められてるから、もうそれはただの男女のそれっていう、男女だね、もう楽しんでるね、もうただの男女のそれすぎたよね、あれは、伊藤並だね、うん、こっちはけだもの2人なのに一方こっちはちゃんとちゃんとした紳士的な毛だものね、紳士的なね、フェントだ、欲しいって言ってた犬が家にいるっていうそれはなんか親子じゃん、もはや、お父さんあの犬飼いたいのね
いやー犬飼って、もうすいません、家庭が傷つけてきてる。あ、もうこっちはあまりにもただの男女になったせいで俺は見てて混乱しちゃったよね。予算は果たしてみたいな。まあ、ね、松井君ね、あれはまあね、もうあれ家庭営んでたからね、ただの男女だったね。うん、でここから先は有料コンテンツですっていう、まあ、そこで太もも舐めるところで終わるんだけど、はぁーって言いながらもう多分なんか原作だとまあまあやることちゃんとやってるらしいよ。まあまあとかでガッツリやってる。全然見たくない、うん、女に興味ねえから。何女装してんだって話だもんな。まあなぁ、ややこしい関係にしてんじゃないよと。うん、だけであの見れば見るほど混乱するんで、あの脳をぐしゃぐしゃにしたい人がいますね。混乱した人こんなでむしゃくしゃしむしゃくしゃしてるときね。むしゃくしゃするよ。だからもう何かに文句言ってる時ってあるじゃん。はっきりと悪いもので文句言ってる。何かわかんないけどっていうか、無性にむしゃくしゃしたくなった時に。クレーム送ればいい。ヤジをヤジをテレビに言いたい時なのよ。すごい。超当たりだ。本当だよ。当たった。今言うことじゃなくて。今CCレモンが当たってるんで、超当たりが何か分かる。超当たり。イエーイ。次。次行きましょう。続いて、恋と嘘。これはいいよ。これね、ほんとみんなにね、見てほしいの。主人公モテモテ状態になりましたよ。なりました。今回はですね、5枚集めないといけない。あ、銀のエンジェルだったの。じゃああと4枚送ってください。銀のエンジェルが当たったということでね、確かにいいですね。今回はですね、まあ主人公のゆかりくんと、にさかくんのホモパートがすごい良かったよってお話。なんかそこで、A パートでね、そこでなんかさ、うん、ぼやかしてきたとこじゃないの。そう、もう西田君がゆかりのこともチューしちゃってるから、うん、まあ我々もきっと好きなんだろうなと思うけど、うん、なんかしらゆかりが急に なんつったの、あの色男キャラっていうか、あのじらしキャラというか、うん、に変化し変わっちゃったの急な、うん、鈍感モテ男になってきた。かちょっと気づいてる風なことを、まあ、演出なんだけど、だって、まあ文化祭がありまして、二坂くんが、ロミオとジュリオットをやって、まあ、可愛らしい格好しなきゃいけないと、女の子の格好する、うん、男女逆転、男女逆転、文化祭やるね、ダーなやつを男女逆転やる、うん、っていうのに、いやこんな格好やりたくないよ、なんで人前に出て笑われなきゃいけないんだよっつってのが、いやそんなことでさ、みんなで頑張ってんだからさ、やってよ、うん、いや、誰のためこんなんやんだよ、やだよ、俺のためでも。おぉ、何急に、え、何、こんなこと言うことだっけって。一回抱いた一回抱いた後に、その報酬逆転みたいなのよくあるじゃん。告白されて弱みを握ってるやつなんすけんじゃん。一戦交えて、報酬逆転して、そうなったのか。いや、多分してないの。キャンプの夜何があったか分かんないけど、多分まだだって勘違いコント続いてるもんね。そうか、うん、やってんのに、うん、急にゆかりくんがそういうキャラを出してくるの、うん、しかもね、日も暮れてきてね。あ、そう、青選手もやってくるし ね、階段でね、やるし、あの手の感じもあれもあるし、ね、ちょっと、いや、ちょっと待てよって言って、ちょっと夜景が綺麗そうな、でも見られちゃうの、全部ほぼやってんだよ。なるほど。で、まあほぼやってたらお父さんが来て、あの子そういう子だからさ、友達やから仲良くしちゃったねみたいな、なんか怪しげなお父さんも来たり、そういう、まあこれはもう関係ないんだけど、石田明だね。声が石田明だからね、怪しげな。見た目人なんでしょ。見た目も怪しげ。あ、マジで。前髪こんなに、嘘でしょ。ザ・学者みたいな。あ、そもそも。そうそうそう。で、そこで、まあ、西坂君のダメさというか、可愛らしさも見られる A パート。はい、みんな回転寿司行って、うん、で、お前イチゴパフェつけだろって大人に言われて、いや、パフェは最後だよ、なんで最初パフェ食うんだよ、バカじゃないのみたいな、なんか可愛らしいところもあり、それをまあゆかりが見て、まあ、にっこりするっていう A パート、うん、で、続いて B パートの方に入りましたら、うん、そのロミオとジュリエットの主演が、まあ、西坂君と、美咲さん、あのおっぱっきい子がやりますよ、うんうんうん、で2人、まあ、衣装も可愛らしいのを作ってるから、まあ、採寸するっていうのもあって、でおっぱいめちゃめちゃ触られるっていう女子のあるあるがあって、はい、で二坂くんも「ああかっこいい、すごい、おっぱいどうする、いっぱい入れようね」っていう話もあり、「にしゃえ」っつって、で、まあ、ディリナとゆかりが今ちょっと距離を置いてるよ、で文通というかお手紙でやり取りしてて、で、ゆかりくんっていうのは古墳が大好きで、うん、ただ古墳だけが好きなんだけど、ディリナはなんか時代もの、まあ、歴史が好きなのかなと思って、歴史もののなんか写真、絵はがきみたいなの送ってくるあたりが可愛いなっていう
ところもありまして、言うんじゃねえんだけど、そうじゃないんだよな、古墳だけなんだ、そうそう、歴史が好きなんで古墳が好きなんだ、珍しいこれちょっと可愛らしいすれ違いもまあまああるよなと思って、ね、相手の好きなものを送ろうとするとかね。で、まあ、B パートの見どころでありますのが、まあ、ゆかりと美咲さんの会話劇ですね、まあ、ここはお互い好き同士です、うん、だけども、その国のルールで、まあ、ゆかりはもうリリナさんと結婚しなきゃいけない、だから美咲さんはもう好きだけど諦めなきゃいけないっていう状況の中、ゆかりが恋って何みたいな、まあ、好きが恋だよね、うん、恋かな、恋か、恋って何なのみたいな、もう当たり前みたいなことを美咲さんに質問するわけよ、バカだよね、バカなことを辛い状況にすると追い込もうとしてるのかな、ね、そしたらその質問に対して恋っていうのはもうただただなんだろうな、なんかもうすげえなかなか言ってたけど、子供まで思い出せないんだけど、どういうこと、もうなんかいるのがいいだとか、こう妄想してるのがいい、毎日会えるだけでいい、そういう気持ちが続くのが恋なんだと。で、自分もずっと好きだったの、美咲さん、ゆかりさん、ゆかり君のことを。だからこんなことになるなんて。最終は女子会トップで誰と注意したいみたいになったら、もうゆかり君のことしか頭になかったってずっとそう思ってきて、ようやく夢が叶いましたと思ったら、もう国のルールで諦めなきゃなりませんってなりました。でももうそんな諦められない、どうしましょう、恋って何なのっていう質問に対する質問返しですよ。このなんかピュアな感じ、恋って何だろうと、この純粋なことが楽しいと思えた日々、うんうん、おじさんどうした？もうどうぞよ。松井おじさんどうした？そうね。いや恋ってそうなんだと思って。何取り戻そうとしている？いや言うだけでいい、そのもう見てるだけでいい、うん、みたいな。そうなんだなって。そうなんだって。いや松井君もそれは若い松井は。若い松井はあったでしょ。いやなかったからさ。なかったか。失った青春を取り戻したい小じださおじさんだからさ。30過ぎて取り戻したいんだ。いや中谷さんもね。あのね、美咲さんもさ、なんかね、その本当にネジのこと好きなのかとかね、なんかこいつなんか抱えてんじゃねえかみたいな、裏あるんじゃねえか、悪い女なんじゃねえかって思ってたけど、純粋に好きだったんだな、昔からっていうのがね、ただそう、好きだったっていうのが、まあ、今回、私はもうそう見てましたけどね、私はもうずっとまだ疑ってたもうクズの本から引きずってるから、裏でなんかあんだろう、あんな女いねえよ、いや、あんないい女いるよ、あんないい、もうずっと好きなだけ、ずっと同じ、つむじつむじだけを見続けてるような、うん、純愛を捧げてるようなほど、しかもおっぱいめちゃめちゃ柔らかいらしいよ、うん、これだけの話ですけど、いやなんかこれとそのうなずいてる精神追いかけおじさん2人がうんうんうんって言い合ってるじゃないですか、いるいるそんなの、ね、LINE を送りましたで、記録つくかなみたいな、ドキドキを味わいたいじゃないですか、西野から聞いてるよ、キュンキュンして、西野からまあ同郷だからさ、あ、知らねえよ、よしみは知らねえよ会いたい、好きな人に会いたいよ、そういうことだと、それが恋だと、好きな人が欲しいよでしょ、頑張るとしていいね、ちょっとトリセツ渡すね今度マセキの分厚そう、めんどくせ、分厚そう、注意点多いぞ、いや、よかったよかったの、ちゃんとキュンキュンパートとホモパートと西坂くんの謎、早く解決してほしい、ねえ、イケメン西坂くんがね、謎なのよ、一応ゆかりは西坂くんが美咲さんのこと好きなんじゃないかなって思ってるから、まあそう思ってるんだけど、あのタイトルの意味はあんまりよくわかんないよね、ほぼ狙い撃ってない、俺のためでもっていうのはさ、普通の友達は絶対言わないよね、言わない、もうみんなで頑張ってる、俺のこと好きなんでしょうがないとっていうのを隠した言葉が多いなっていうのがゆかりは、いやらしかったです、うん、それは今回めちゃめちゃいい、まあなゆかりくんほんとちょっとバカだからさ、ね、にさかがね、かわいいのよ、かわいい、そう、ゆかりはね、なんかね、金粉のしんちゃんみたいな感じ今週出てたな、へぇ、自然な正しい、なるほどね、あの感じ、そう、はいはいはい、だからみんな勝手にそう周りが好きになっちゃう、そうそうそう、はいはい、そんな感じだった、へぇ、勝手にキュンキュン来てたからすごい、松井くんもちょっと緊急来てんだよ、来てたよ、やられちゃったよ、ちょれな、今週はね、本当恋と嘘の神回だと思いましたね、見てくださいです、以上です、はい、じゃあ次、続いて、劇場版プリパラ
はい。プリパリ。プリパリ。プリズマ。香川県に行きましたか。香川県に行きましたね。プリズマイ。そしたらなんと、うどんがね。お前見てんな、お前。見てね。誘導が的確。カレーうどん食いてな。もう肉うどん食いてな。やっぴ、違うよ。劇場版プリズマイヤーだった。見てきましたか、こちら。あ、見てきました。配信のね、先週間の土曜日、はい、あるいは一昨日ですね、この収録から考えるのに公開になりまして、で、まあ、初日は全部売り切れたんで、うん、東京都で3巻しかやってないっていう。あ、そうなんだ。あんま公開規模が強いな。でも CM やったら見るから、僕とやってんのかと思って、ね、毎年夏はプリズマイヤーをやるって、まあ、ここ何年かずっとやったんで、4、5年ぐらい。今回は劇場版ってことで、はい、これはね、過去編で、前回のプリズマイヤードライの最終回くらいの回から、うん、その異世界のエミヤ君と、その異世界から来た女の子、ミユちゃんっていう女の子がいて、で、この二人が兄弟で、うん、どうやらエミヤ君がミユちゃんを助けるために、そのミユちゃん、エミヤ君のいる異世界からミユを、イリアちゃんの異世界に飛ばしてきたらしい。だけどそのドライの話はその異世界に、ミユちゃんの元々いて異世界に行ってみんな戦うって話だったんですよ、うん、でラスト付近でそのエミヤ君が監禁されたのを助けて、でみんなその巨悪と一緒に戦って、共に戦っていくよってところの話がずっとそのドライの最後の方で行われてたんですけど、その話が落ち着いて、じゃあ過去の話をしようかってエミヤ君が言ったところで終わったんですね、ドライで、うん、過去の話が今回の劇場。なるほど、うん、ミユちゃんがやっぱりイリアちゃんたちのいる異世界に飛ばされてきたのは何でなのかとか、うん、異世界のシロウ君とミユちゃんの間に何があったのかって話が今回語られてまして、うん、まあでもあんまり詳細に言うと劇場版公開されたばっかなんで ね、まだ3日目なんで、この収録段階で、そうね、いい感じに、まあ、言えないんですけど詳細は、はい、ただね、シロウ君がとにかくかっこいい。おー、あのね、シロウ君っていうと、まあ、アーチャーじゃん、うん、アーチャーイコールシロウ君じゃん、うん、みんな知ってる通り、イメージでそこが存知のやつで、まあ、結局そのアーチャーの能力を使って戦ったのドライの時もどういうことなのかなってみんな思ったんですけども、なんでアーチャーの能力でシロウが戦ってるのかとか、だん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 そのアーチャーの能力に取り込まれていくシロウ君だとか、なんかその辺が語られたりとか、みんなもらってそこのが見れますよと。シロウ君がとにかくかっこいい。なるほど。最後に、まあ、これはもうね、もう決まりどうせなんで言っちゃいますけど、アニメテッドプレードワークス、うん、を映像を始めて、ああ、その映像が長いから、その、まあ、そのドライに出てきてるボスのギルガメッシュを憑依している姉ちゃんが出てくるの、うんうん、ギルガメッシュを憑依している姉ちゃんがギルサムの感じでまあビャーッと飛ばしていくんだけど、もうヒロがコバッて映像しながらどん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 切られていくのかって、うん、かっこいい。あのミユちゃんもね、最後ね、助けるために戦うわけですよ。あのね、松井さんだったら分かると思うんだけど、最後ね、08正体なんでノイズみたいな感じだ。へー、あのね、あのかっこいい感じだ。なんかドライの話の中でもう、なんか結論だけ出てるからもう言っちゃいますけど、うん、結局最後にシロが負けんの、負けて、うん、捕まって投獄されてんの、うん、でも最後ミユちゃんに、あの、まあ、ミユちゃん、まあ、そこ言っちゃう誰か、最後そのギル様を憑依した姉ちゃんにバーンやられてバーン倒されるの、うん、で、勝った。はい、これやっぱかっこいいよ。このパターンかっこいい、ね、このパターン絶対かっこいいでしょ、ね、鉄板だね、むっちゃくちゃかっこいい、ね、でそのミユちゃんに行く、なんかたどり着くところまでのこう過程も全部なんかね、もうすべてなんかいいとこ全部さらっていくのよ、うん、だん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 その自我を失って英霊エミヤに取り込まれつつも、なんかだんだんどんどん戦っていくっていう、なんかヒーローのもう真正面のところをやってて、しかもさ、早々にさくらちゃんと、なんかいつもその学生の、なんかさくらちゃんとなんか一緒になんかイチャイチャしてたところとかで、いいところでさくらちゃんが殺されるのね、さくらちゃんが心臓ガーッと入れそれでガーッと死ぬ、ハンターハンターで見たことある、殺されたの、その辺とかも、俺の心臓にし、くしゃさくらちゃーん、そうそうそう、ただね、ドライのラストでさくらちゃん出てくるの、敵として敵、うん、あ、でも自我を失ってんのよ、あ、なるほど、とかね、その辺も全部込み込みで、そこに繋がっていく話で、これ見ると本当になんかシロウ君かっこいいってなるし、うん、ドライのラストでシロウ君とミユちゃんが再会した時にお兄ちゃんつってすげえなんか泣いてたのが分かるっていう、すっごいいい話、いろいろ深まりますね。ただあのアニメテッドブレードワークス見てて、うん、シロウ君とそのキリツグさんの関係性が分かってれば、うん、そこから話し始めるんで、過去編なんで完全に、うん、
フェイトを見てたことあったらプリーズマイリアそんなに知らない人でもただただ指導君の物語してて楽しい。あ、なるほどね。なんで、まあ、よかったら見てみてください。かっこいいんで。なるほど。はい、はい、というわけで以上今週注目アニメでした。クショキンプリの 4DX 早く見たいです。というわけでバイバイ。またね。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。